じゃあ今回は西側の2人を助けに行くんだけど、ユンボを使ってみようかな。てかまあ俺はすでにちょっと使ってみたんだけど、ユンボ専用のミッションとかあるから。なんかね、強いのか弱いのかよくわかんねえやつですね今んとこ。こいつ固有アクションで岩食うんだけどさ、まあなんかランダムで特定の攻撃が強くなるっていう効果がつくんだよね。だからちょっとランダム要素があるのが難しくて、まあちょっと連れてってみますけど、前回操作するタイミングなかったからね。まあ一人はユンボを連れてくとして、やっぱりここはダルケルに介護してもらおうかな。このダルケル様に任せておきな。こういうのセリフあるかな。かっこ悪いとこ見せられないから。ああ、これそうかな。特定の組み合わせでしか聞けないセリフってなんかいいよね。僕もやるときはやるから。逆の場合は頼りにしてるぜ。あ、これ汎用か、特定のセリフか。まあいいやまあまあ、そもそも武器の強化がろくにできてないから、そもそも性能を引き出せてないとは思うんだけど、まあ仮にユンボーが危なっかしくてもダルケルがいれば大丈夫でしょう。武器の強さ全然違うもんね。でこの二人で、あ、やっぱりあるよなこれ。前回も指導士とユンボーが来たけどこいつだよくパラセール使えんなあの体で。ダルボーユンボー天気予報ですよ。ガーディアンが記録していた写し絵には4体の神獣が薬剤ガノンの力によって支配される様子が映し出されていた。うん、もちろんそこにはハイラル西部で薬剤の復活に備えていた神獣バーメドウと神獣バーナボリスの姿もあった。まあ東と同じようにカースガノンを倒せばいいんだよね。だがハイラル城でメドウに灯る青い光を見たゼルダたちはリーバルとウルボザがまだ戦い続けていると信じ、神獣の中で待つ彼らを助け出すべく戦いに臨むのだった。カースガノンがまだ完全に神獣を乗っ取れてないってことは、まだ二人が頑張ってるっていうことなんだね。なるほどね。兄貴、あー、こんなやつだったな。動き早いんだよね。あれでも兄貴を助けに来るのって誰だ。リーバルのとこはテバだよな。え、あの若い族長の人か。ちっちゃい族長だったよね、アザラシと仲良しの。アザラシ？しまった、砂ザラシみたいなだっけ。かっこいい。手羽の矢だな。リーバルほど強くはないはずなんだけど。それ一緒に来た。お前はウルボザ様。この人だ、ルージュ。あ、名前忘れてたわ。紹介あんのかい、パトリシアちゃん。そうだ、パトリシアちゃんだ。わらわと共に戦ってください。え、パトリシアちゃんも戦うの。わざわざ名前出てたけど、うわ、なんかマップ広いな。メドウは未だ空の上、先にナボリスを。あ、ナボリスの救援に向かいましょう。ナボリスはあれか、ウルボザの兄貴の方か。じゃあどうしよっかな。なんかね、こいつの固有アクションで老衰は食うと、なんかオーラまとうんですよ。で、このオーラは3種類あって、なんか食うたびに変わったりするんだけど、そのなんかまとってるオーラごとに特定の技が強くなるんだよね。こんな感じでキラーンってなんの。で、
特定の攻撃以外の行動をすると別に、なんだろう、このオーラは消費しないんだけど、このトゲトゲの場合はね、ぐるぐる回転する系の技が強くなるんですよ。っていう、これなんか難しいでしょ。これまとったオーラに合わせた攻撃をしなきゃいけないみたいなさ、ちゃんと使いこなせば強いんだろうか、強いのか弱いのかよくわかんねえの本当にどうなんだろう。まあでもここはあれかな、前回とやることは似たようなもんだもんね。真珠んとこ行くまでカットしちゃってもいいのかもしんないな。いやーでも広域爆破はもうダルケルだな。とにかく数相手にすることに関してはダルケル以上のキャラいないんじゃないのかな。これすげえ範囲広いもん。で虹爆破があるし、で綺麗に掃除して、あーやっぱり出るか今回もライネルは直前で。よし、ここはダルケルで片付けて、ユンボーの必殺技ゲージは温存してユンボーに行かせようかな、真珠の中は。で、おっと間に合った、よし、やっぱ強いねダルケルは。あ、リンクも一応来てんだな。このカメラ目線よなんであそこカメラ目線なんだよ。この子の力で、あー前も言ってたね、クリテ以外の人でもナボリスに入れる。じゃあ陰謀に頑張ってもらっちゃおうかな。宝箱開けよ、突入。こいつら役に立つのか。まったく、なんて動きだ。パトリシアちゃんとリュージュ、まあ、2人で一人前って感じなのかな。わらわではやはり力が足りぬのか。いや、あの飛来神になる国宝を持ってこなかったの、カブトの。お前の踏ん張りで活路が見えてきたよ。お、時間を稼いだおかげでユンボー到着まさかユンボーだとはな。ユンボー知らんでしょ、ウルボザ初めてでしょよく仲間だって分かったな未来の人だからね。よし行くぞ。じゃあ岩食って、よし、ちゃんとなんか岩の効果と一致した技打たせると、なんか強制的にウィークポイントゲージ減らす効果がありそうなんだよね。これ使いこなしたら結構強いと思う。でこいつの必殺技面白えな、どっから出てきたんだよそいつら、真珠の中だぞ。おぶねー、たまたま避けれた。まあちょっと武器の強化具合が弱いから攻撃力不足感はあるけど、あぶねあぶねあぶね、どうにか戦えてんな。あれなんか増えた、なんか分身増えとる。ちょっと待って、もうこういう時は分身ごとやっちゃえばいいのかな、ごとやっちゃおう。これでゲージ使い切っちゃったけどね。ちょっと見えづらいな画面がでもどうにか戦えてるわ。マグネキャッチかこれ、どっからそんな武器持ち出したんだよ。よし、いいぞー、一気に削れー、あぶねー。よし、強引に削って、ダルケルより身体能力高いのではこいつ。よし、
マグネキャッチでボーナス行動でいける。でこいつが復帰したらこれぶち込んで、俺が何やってるかちゃんとわかるかなこれ見てる人に。でもこれ強引に削り切れるかもしんないな。よしいける。しゃあユンボーでもいけた。結構食らっちゃったけど、私がみんなを助けてやるつもりだったが逆に助けられちまうとはね。で問題は空を飛んでるメドウってわけか。神獣のところへ行きたいのなら、よし任せな。あそっか飛んでんのか、リーバルのやつは。どうやって行きゃいいんだ。ブレスオブザワイルドでは、あーなるほど上昇気流、ブレスオブザワイルドではテバに連れてってもらったんだよね。ルージュだ。ちょっと待って、パトリシアちゃん、パトリシアちゃん一緒なんだな本当に。キャラクターアクション、パトリシアちゃん暴走、 ZR を押してる間パトリシアちゃんが暴走し続ける。あ、暴走じゃねえ、爆走か。爆走し続ける。爆走中に向きを変え敵を巻き込める。まあ大勢の敵を巻き込むためのアクションなのか。普通の攻撃は、あ、もう普通の攻撃でも出てくるパトリシアちゃん。おもろ。いけー。あ、でもなんかそんな強い感じしないな、爆走中のパトリシアちゃんは。あ、でもなんかこれ単純に移動手段として早いね。ちょっとごめん、カメラグリグリして見づらいかもしんないけど、敵を無視して一気に突っ切りたい時とかこれいいかもしんない、爆走パトリシアちゃん。ただ戦いで強いかどうかわかんねえな。この人たち何してんの。え、ヒノックス、ヒノックスだ。みんな身を守れ、一旦避難しろ。てかさっきあれだな、セリフちゃんと見れてなかったな。先ほどの戦いでウルボザ様は消耗しておられる。で、リト族の戦士たちが集まってると聞いた。彼らなら拠点に入り込んでもう開けるやもしれん。ああ、なるほど。リト族の人たちを助けて回ればいいのかな、じゃあ。うん。ああ、パトリシアちゃん、ちょっと使い勝手がよくわかんねえな。たくさんの敵を巻き込めはするけど、なんか結局倒しきれてなかったりするんだよね、ボコブリンを。だから、なんだろう、どういう攻撃を決め手にすりゃいいんだろう。ちょ、今やった技が多分通常攻撃3回からの強攻撃だと思うんだけど、ちょっともうちょっとコンボが増えないと使い勝手良くないかもしんないな正直。あ、でも雷落としながら突っ込むのはいいね、あれ。うん、チェンジで。さっきユンボー頑張ってもらったから、次はダルケリに任せようかな。よし、やってやるよ。炎のヒノックスか、初めて見るかもしんないな、一人でやってる時を含めても。熱さとか感じないのかな、こいつは。体を焼かれる痛みに常に苦しんでそうな見た目してるけど。ファイヤーパンチの主人公みたいな。いや、強いな、でもダルケルも。スマッシュ一発であの威力か。これもう削り切れるな。削り切っちゃう。いけー、最後はゴリ押し。ダルケルもあの妖刀効果ついてるからね、この100撃破ごとに威力が上がるやつね。で今このステージで合計900キルぐらいしてたはずだから、かなりパワー上がってんじゃないかな。やっぱあの効果強いよな。よし、これで2人目のヒノックスも倒して、これでもういけちゃうようになるかな。よし、やってくれたようじゃな。このまま一気に突入するぞ。未来から来ていきなり仕切ってますよこの小娘。
で、ああそっか、またライネルいんのか。ダリー、上昇気流に乗っても撃ち落とされてしまうんです。やはり先にライネルを片付けなければ。ああなるほどね。安全に空を飛んでるメドウのとこに行くにはライネルを倒す必要があるわけだ。よし、やってやるよライネル。よいしょ。この人の技も見とこうかな。あ、あれあれじゃん、あの国宝みたいなやつ、飛来神冠。なるほどね、あれかぶった上で雷を落としまくるのがこの人の必殺技ね。じゃああとはユンボーにまた頑張ってもらおうかな。真珠んとこに行かせるのはダルケルの予定なので、よいしょ、ユンボーには全て出し切ってもらおう。お、今のはいいぜ、かっこいいぜユンボー。よし、あとは上昇気流に乗って登るだけだ。残ったものは地上からの追撃を押しとどめよ。あいつ仕切ってんな、やたら。未来から来たくせに。あ、コログじゃん。じゃあ見とけよユンボ、ダルケル様に突入してもらおう。ちょっとテバには荷が重いのでは。リーバル様、頼みます。リーバルほどの動きはできないでしょう。お返し。まあリーバルの支援が目的か。でも二人がかりでもちょっと厳しいんだね、カースガノンは。これをリンク一人で倒したんだからな。ああ、けどどうやら僕たちにも風が吹いてきたみたいだよ。まあダルケルは初対面じゃないからね。ユンボーと違って、ユンボーでも同じセリフ言うんだろうけど、やってやるぜ、かませ。まずはもちろん挨拶代わりよ。よいしょ。てばそんな喋り方してたっけ。ちょっと待って、今なんて言ってた。ここまで随分苦労したみたいだね。英傑様は高仰せだが正直ありがたいぜ。さっさと奴を倒しまうとしよう。こんな喋り方だったっけ、てばって。なんかてばのキャラクターをそんなに覚えてないんだけど。で、ちょっと待って、今あーしまった、ビタロックのタイミング逃した。あーもう遅いな、セリフが気になっちゃって。あぶね。さあどう戦おうかな。あぶね。あ、隙ができたな。まあでもいつも通りやんだよな。敵が隙さらすのを待って、お、ウィークポイントゲージが出たらぶん殴るっていう感じでいいよね。よし、割ってやったぜ、無理やり爆弾で。スマッシュ。そうだそうだ、あのロックバスターみたいな腕つけてんだよな、ここのやつは。リンクでブレスオブザワイルドで戦った時は上昇気流みたいなのをうまく使って、あれだよね、空中で弓撃ったりとか、そういうことしたよな。また悪いんじゃないかこれ。よっしゃ。いや、これダルケルが強いな。負ける気がしねえぜ。お、このままもう一発ぶち込んじゃおうぜ。もう終わんじゃない。よっしゃー。あー、まだ終わりじゃないか。そっか、必殺技ってそんなスマッシュよりはダメージ少ないんだな。無理やり隙を作れるっていうのが強いとこだけど。よっしゃー。ちょっと近距離でめちゃくちゃに戦ってて、うおー、やった。めちゃくちゃに戦ってて何やってたかよく分かんなかったかもしんないけど、いや逃げただけみたいだね。え、そうなの、この場は切り抜けられたかな。
まあ、礼くらいは言っておくよ。あいつに情けない姿を見せずに済んだしね。ああ、これリンクできたらちょっとセリフ変わってたかな。ああ、そっか、リーバルの救援、リンクで行くってのも悪くなかったな。確かに、リンクで行かせるか、それ以外のキャラで行かせるかで、ちょっとセリフ変わんのかもね。なんか前回、リンク、やっぱり来てくれたみたいなこと、ミファーが言ってた気がすんな。リンクに助けられるリーバルのセリフもちょっと気にはなるな。で、この人の装備、パトリシアちゃんの装備じゃん。まあ戦ってんのほぼパトリシアちゃんだったしな。ちょっとまだそんなに使いこなせなかったけど、コンボ数も少ないし。どうだろうな。でもなんか今後使う機会は少ないかもしんない。ユンボーとかシド王子の方が気に入ったかな。ルージュよりは。で、これで英傑4人ともを助けられたことになるんだよね。さて、まずは礼を言わないとね。この3人は何もしてないけどな。助かったよ。ウルボさん。やったのはユンボーダルボーなんだけど。それからルージュだったかい。お前がいなけりゃどうなってたか。未来の族長さんですよ。わらは一人ではとても。何その可愛い反応。みんなの力あってこそ。なんだよ。ま、二人でもなんとかなったけど。強がるな。いないよりはマシだったんじゃない。英傑様にもこんな順位。がっかりしたから。積もる話もあるだろうが。リーバル様、器ちっちゃって思ったんじゃねえの。ハイラル城で何があったんだい。それが。あ、そうか、ハイラル城で何が起きたかまだ把握してないのか。神獣のとこにいたみんなは突如として神獣の中に現れた助っ人テバとルージュの力もあり、リンクたちはリーバルとウルボザの救出に成功する。いや、みんな揃ったな、これで。ゼルダからハイラル城が陥落したことを聞かされたリーバルとテバは、城から押し寄せるガーディアンの大軍を迎え撃つべく、それあんの？再び神獣バーメドウに乗り込む。おお、それあるんかい。あ、そう、東側では最初にやったもんね、神獣パートルーダニアで。あとなんだこっちは。あー、そっか、ガノンの力で目覚めた大量のガーディアン、これは神獣じゃないと厳しいもんな。お、直接飛んできてんじゃん。こいつこんな強かった。やるな、テバ。あ、かっこいい。テバのデザインが好きだわ。白い羽毛でちょっと眉毛くっきりしてんの。リトの英傑。それじゃあそろそろ見せてあげようか、神獣バメドウの力をね。誰に話しかけてんの。誰に生きてんの。やるか。ちょっとメドウ難しいんだよな。こう視点を2つ切り替えるみたいな要素があるから。おそらく大部分カットしてると思いますけど、うん、あー、やべえ、間違えた。大技打っちゃった、いきなり。周囲の拠点を潰して足がかりとしましょう。はい、頑張ります。あ、風のカースガノンが現れた。ちょっと待って、どこ、ど、うわ、いる。お前そういうのあんの。逃がしたとは言ってたけど、技使っちゃおう。これどうだ、効いてるか。ちょっと近すぎるな。あー、通り過ぎちゃった。今度こそ仕留めたか。その感じだと仕留めてないじゃん。
いや、また逃げられたらしい。随分と逃げ足の速いやつだね。もうクリアするとこまでカットしようと思ったのに、あいつ出てくんのかよ。また逃げられたってことはまた出てくるんでしょう。油断ならねえな。必殺技ゲージ次溜まったら温存しとこうかな、あいつ用に。だ、あー、また出てきたか、スガノン。撃っちゃおうかな。あれ、ちょっと待って、あいつ違えわ、あいつウィズローブだ。あいつじゃなくてこっち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 、当たれしまった、撃つタイミング間違えた完全に。うわ、しかも残り時間とかもあんじゃん。これちゃんと追い払えるかな。使っちゃおう。よし、さっさといなくなってくんねえかな、こいつは。追い払ったか今ので。で、残りのあの拠点を全部破壊すればいいんでしょ。一応追い払ったっぽいね。必殺技温存しといてよかった。そういえばさっき結構いい感じの会話してたんだよね。まさかリーバル様と共に戦う日が来るとはな。こんな話誰も信じてくれそうにないのが残念だ。そもそも100年後に帰れる保証もないのにな。その心配はしてねえんだな。100年後から来たんだろ。僕の訓練場はまだ村に残ってるのかい。あなたには憧れる戦士たちが皆で使っています。俺の息子も世話になってますよ。用意してもらった会話あったかもね。なんかこの話いいね。いや、まさかこの二人が会話することになるとはな。100年後の人だからね。ね、ゾーラ族みたいに寿命長いわけじゃないから、普通にしてたら出会うことはもちろんなかっただろうね。よし、またかよ。全部壊してやったのにしつこいやつだな、本当に。撃つか。撃っちゃおう。ね、今撃たないでいつ撃つって話だもんね。あれ、これ当たってる？なんかダウンしてない？あいつ。あ、一応ダメージ通ってんな。よし、温存しといてよかった。で、これも使っちゃおう。よし、もう防御行動一切なしでゴリ押しでやってやった。技温存しといてよかった。お疲れてば、僕たちにかかればこの程度は軽いよね。結構認めてんな。ほんとこいつ意外にもリンク以外のやつは簡単に認めるよな。まあ、テバも結構腕はいいからね、気に入ったのかな、同じリト族で。自分の残した訓練場で訓練したやつだもんね。あの時は誰かに呼ばれた気がした。ああ。声の主を探すうち、姉さんが魔物にやられるところが見えた。うん。助けなければと思ったらいつの間にかルッタの中にいたんだ。やっぱアポなしで呼び上がったな、こいつ。あなたの力なのね。うん、助かったわ。これは感謝だね。ありがとう。喜んでる。あまりにも可愛い。さあ、アッカレ取りで急がなくては。アッカレ取りどうしたんです？ほら、行きましょう。あ、こいつらか。何してるの？抜き出してる？魂的なもんを。どういうつもりだ？まだわからぬか。奴らは思った以上に力をつけている。もうイーガダンは用済みなのか。ゆえに、お前たちにも最後にもう一働きしてもらおうと思ったまで。これカースガノン。リンク、この方お逃げください。
簡単に逃げんなこいつ。できるか。おお、甲賀様、一応そういう心はあるんだ。命に代えてもお守りするまででござる。薬剤ガノンに捧げし逃げ、その役目を果たすがよい。カースガノンもあのねえ力で作ってたな。なんかガノンがラネールさんに行く前に復活したりとかさ、こっち側にとってだけじゃなくてガノン側にとっても予定と違うことが起きてんのは、あの白塗りくんがなんかしてるからってことだよね多分。ていうかこれ、この流れだとあいつら仲間になったりせんかな、イーガダン。ねえ、イーガダンはもう尻尾を切られたわけで、なんか一緒に戦う理由ができんじゃないの。さすがにそれは受け入れないからゼルダたちが。で、テバとルージュね、仲間が増えました。で、4人が仲間になった上に真珠の中にいたみんなも戻ってきたから、今後誰使っていくか悩んじゃうなこれ。リーバル・ウルボザもね、戻ってきたからマジでどうしよう。とりあえずまだ使ってない手羽を次回は使ってみようかな。まあ武器の強さとかコンボの量とかまだ他のキャラに遅れとってるとは思うんだけど、一応どんな感じか試してみようかな。これちょっと大変だぞ今後、キャラの育成が。で、次の目的地が、あ、アッカレトリデって言ってたな。4人連れてけんので、ダルケル固定なんだ。すげえすげえ。あー、そっか、このサムネの感じを見る限りもうアッカレトリデがボロボロに落とされちゃってんだね、ガーディアンたちに。で、トリデを取り戻しに行く感じかな。まあ、白塗りくんとガノンの関係とか、今後イーガダンがどうすんのかとか、死んだわけじゃないよね。スッパとコウガ様どうなんだろうな、あいつら。ちょっと俺仲間になってくれたらいいなとか思ってんだけど、まあ、また気になることも増えましたね。ああ、また次回じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。でもまあ英傑がまた戻ってきたから、こっから反撃ですね。楽しみだわ。